もじゃ船谷、九龍谷、被災谷、お龍谷、お龍谷、土地谷、うん、林谷、うん、中谷、そう谷全部、大方攻めたね。そうそうそう、紀藤の谷全部行かないからね。うん、あとなげん御朱印谷、油桃谷、これから何やったっけ、あそこ皆川の途中のは忘れた。あれから降りてきたでね、海川から入って、はいはいはい、何か書いてあるぞ。うん、ここって林谷っちゅうたんだろ。うん、うん、林谷です。すごいですね、これ絶対そこで終わるやいうことないと思うけどな、うん、こんなとこからこれ山道があるな、うん、この道はそんなに終わらんと思うよ兄さん。いや終わります終わります、うん、終わらん。一本はこれでいけます。まあいけますよ。すごいな、ちょっとしたことで一本作るけんな、この頃この道見てみ、ごっつい綺麗。ほんまやな、思とる今10倍来たよ、わし、うん、が思とる10倍。あそこ、あの 2,3 回くるくると回ったら終わると思ったんだよ。そう思とったね。これはすごいですよ。分かれてますよ。まずは右でない。まずは右へ。まずは右の基本パターン。オーナー、うん、ほいで回ります回ります、うん、ほいで終わったらその左を、まあ、本堂を攻めるというね、枝道をまず一つ一つ押さえていくと。これはすぐそこに多分民家があるんやろな、この道、この道はなんとなくな、さっきの地図で見たら。うん、一応行かないね。ほんでも行き止まりです。でも行かない、めっちゃ行き止まりです、めっちゃ行き止まりです。もうすぐに人の家来ました。車も置いてますので、あんまり長居したらいかんような、はいはい、でも下までいいから回せんな、はいはいはい、行きます。どうぞ。ここのでもこの行き止まりやな、つい綺麗な、この景色、うんうんうん、あの山のこう交差しとんがなんともね。おで光が向こうに当たってこっちに影になったりとか、なかなかすっごい綺麗。ああ、ここみたい。あ、そう。はい。ああ、ついに林谷もここで終わりました。現在地。ああ。綺麗とこやな、おなげんの、うん、本当に素敵。住んでますよね。住んでますね、うん、普通にこの一軒は間違いなく住んでる。これで、林谷の、まあ、探索は終わりたいと思います。林谷で一方は許してくれんの？これあかんでしょう。いやいやいや、十分でしょ、このねワイルド感、このワイルド感と素晴らしさ。ほな、天空の家シリーズ、
ここと、うん、あそこの帰りと両方一本まとめてほな天空シリーズで天空シリーズで、はい、了解しました。さてそれではですね、2時44分なんですが、今から長いこと行きたい行きたい言いながら行けてなかった天空の町を目指したいと思います。今日はそれが最後ですか？いいんですか？こんな早うにこれを言うていいよ、いい。また行きたいとこは途中でできて、ないない、そんなことはしない。大人やけんね、もうあの子供みたいに次から次へこの遊んぼこ見つけてするやことしません。わかりました、うん、ほなもうまっしぐらで、そう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 、あのそこの調査研究を見て、山の上のね、そう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 、日当たり良好なあの憧れの民家を見に行きましょう。はい、それでは長いことですね、一度行きたい行きたいと言っていた、空中都市に行きたいと思います。というかここの町の名前も知らんねんけどな、これ本田に、あ、トンネルじゃ、へえ。これでも右がもともと本田に正木、本田に正木谷線、うん、やっぱ本田にやね、ここね、おお本田に正木谷線と本田に田の久保線、まあ、田の久保線から行きましょうか。なちょっと待って、ここってな、あ、そうか、田の久保線からまず行きますかね、うん、本田に田の久保線ね、これ田の久保線があの今行こうと目的地でしょうね、多分あの高いとこな、うん、向こうはこれ田にずっと奥入るんでしょうね、そうだろうな、うん、下側を、うん、まあでもどうなるか分からんけどな、先は読めないけどな、うん、だけどこれは間違いないでしょう。これごっついな、自転車で行けるかいなって、下りはええけん、上登れるかいな自転車で、うん、電動自転車がいるな、うん、最近のことであればどんどん、これどうしたん、これワンリアやるで、これなんかすごいよ、これ気持ち的にはもうついとるでしょ、ついと、どうしてどうしてこんなになってるのって感じ、うん、じゃあ向こうの谷はどこ行くのって、うん、ああ、家が見えてきた、おう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 おお、すごい、あ、この上にガードレールがごっつい見える、綺麗な、うん、来たか、うわ、山高い、すっごいとこ行きた、山高い、おお、そうか、こんな高いところから見とったんか、わしらが見ようはもう一丁上か、あの下から見たガードレールは、これはこれは右だ、右、上は民家やな、あ、そう、うわー、この辺は見えよった気がする、この辺のこう、うん、ガードレールがちょうど向こうから見たら、こーこれ山の天骨来てますよ、ここは最後の人の家に着くな、ここまでやな、やりつけたで、でも、うん、こっち側はほらこっから見よったよな、これがすごいな、おー
恩谷です。すごい高いね、ここ。高い。もうだって他の山がもうすぐその、うん、同じ目線のところにあるもん。ええ、はい、ほな次行きますよ。次行きますよ。次行きますよ。次どこですか。いや、あの分かれたところ。あの奥の方、奥の方へ。いや奥なんや分からんけど、あれがどこ行くんか。あの谷深そうやわ。なんて言うんだろう、すっごいこれ。景色がええけど住むのには大変じゃ、これは遠いわ。まあ大変。ここここな、これ。おお。ここ民家だったでしょ、こっち。だけどこ言うたけど、まあ一応行ってみるか。オンダニ、オンダニの上上がってくる方の道ね、ちょっと名前忘れてしまいましたけど、こちらがもう完了です。一番最後までやりました。下のところはですね、下の分かれて、谷沿いに行く方はまた次の課題にしたいと思います。それでは今日もありがとうございました。お世話になりました。皆さんが見てくれるのでね、こういう、探索とか調査研究が熱意を持って2人で成し遂げることができております。ではまあ、あのハンターカブさんも一言どうぞ。天候のお家良かったね。あんなとこで目覚めたら気持ちいいだろうな。最高。うん、気持ちいいわ、ほんまな。今日は陽気いて何本も作ってよかったね。いやいや、そうね、うん、あのたくさんあるのでちょっとあのパートに分けたいと思いますがね、はい、なんか朝からのこと忘れるぐらい陽気あるもんな。何をしてどらなかがようわからない、ほんまじゃ。帰って整理しよう、うん、はい、はい、お疲れ様でした。ここもすごいよな、本当に素晴らしいです。はい、どうもお邪魔します。さよなら、お世話になりました。またお願いします。あの帰り途中にアメーゴって書いてあるとこも入らんといかんやって言ったんね。あそこね。うん、今日はアメーゴ工程がおかずがあるっちゅうたん、うん、ちゅうか電話してな、ちょっと待って、うん、一回切るわ。